ープカーを作ろう。発見キッズ TV。 ここにチャンネル登録ボタンがあるわよ。絶対チャンネル登録してね。ラッコくん、見て見て。うわぁ、なにこれ、かっこいい。これはね、僕が作ったダンプカーだよ。すごい、クマくん、こんなの作れるの？こうやって、いろんなものを乗せて運べるんだよ。かっこいい、僕も作りたい。それじゃあ、一緒に作ってみよう。今回用意するのはハサミとノリとダンプカーの台紙だよ。まずはいつものように太い線を切っていくよ。ハサミはお家の人と一緒に使ってね。ここら辺少し難しい。できた。切れたら次は線に沿って折っていくよ。こんな感じかな。ラッコくん、いい感じ。こっちの丸いものと四角いものもあるよ。これは何になるのかな。それはできてからのお楽しみ。折れたら次はのりでくっつけていくよ。のり丸1のところに塗って合わせて、ペタ！同じ数字同士をくっつければいいんだね。簡単簡単。おお、つながった。あれ？でもまだ完成じゃないみたい。うん、最後に角をシールで貼っていくよ。丁寧に合わせて貼っていこう。最後に頑張りシールを貼って完成だよ。やったー！じゃじゃーん！ダンプカー！これをこうして、ガラガラガラー！すごい！荷台がこうして動くんだね。そうだよ！たくさん乗せて、下ろす！やっぱりダンプカーはかっこいいな！僕ね、ダンプカー大好きなんだ！だから、ダンプカーになりたいな。ダンプカーになりたいの？うん、だってダンプカーになったらかっこいいでしょ。そうかな。よし、作ったダンプカーで遊びに行こう。うわぁ、クマくん大丈夫？あれ、クマくんがいない。クマくん、おーい、ラッコくん。どこからかクマくんの声が。ここだよ。あー、クマくん。僕もよくわからないけど、転んだらダンプカーと合体しちゃったみたい。僕、本当にダンプカーになっちゃった。嬉しい。いやいや、大変だよ。よし、重いものをいっぱい運ぶぞ。クマくん、待って。気持ちいいな。ダンプカー最高。たくさんの荷物を乗せて。重い。クマくん大丈夫？大丈夫だよ。そんなのへっちゃら。重いな。やっぱりダンプカーは大変だ。僕もう動けない。あれ、あ、クマくん気がついた。僕ダンプカーじゃなくなってる。ダンプカーさんはいつもこんなに大変な思いをしていることがわかったよ。いつも重いものを運んでくれてありがとう。今度ダンプカーに会ったらみんなもいっぱい応援してあげよう。そうだね、僕も。
私はこれだよ。僕が遊ぶ。私。クマくんのせいだ。ネズミちゃんのせいだよ。おや、二人ともどうしたの？あのね、おもちゃが一つしかなくて、僕が遊ぼうと思ったらネズミちゃんが壊したの。クマくんが壊したんでしょ？なんだと？このちょっと二人とも喧嘩しないで。どうしたらいいだろう。おもちゃ、あ、そうだ、二人とも。いいことを思いついた。おもちゃがなければ作ればいいんだよ。おもちゃを作る？それってどうやるの？そうだな、例えばこのクリップ、このクリップをこうやって、じゃーん、見て見て。これがどうかしたの？このクリップを動かすと、クリップと画用紙があれば簡単に作れるんだよ。ラッコくん、これどうやって作るの？僕も作りたい。それじゃあ一緒に作ろうよ。みんなも作り方が気になる？気になる子はグッドボタンを押してね。使うものはこれだよ。こんな形のクリップと画用紙。これだけ？色画用紙に卵の絵を描いて、ひびに合わせて半分に切っていくよ。クリップの上と下に貼って、反対側に鳥さんをつけたら完成。もうできたの？簡単だ。そうだ、いいこと思いついたわ。他にも春イラストをこんな風に変えれば口みたいにできるんじゃない？ネズミちゃんすごい。じゃあ僕はこんな風に絵を描いて。私も。二人とも頑張ってね。わあ、二人とも自分を作ったんだね。こんにちは、くまくんです。うわあ、歯が生えてるわ。なんか怖いよ。まあ、そういうネズミちゃんはどうなのさ。私もできたよ。じゃーん、みんな大好きネズミちゃんよ。みんなチャンネル登録よろしくね。ネズミちゃんの顔面白い。何が面白いのよ。クマくんのは怖いじゃない。なんだと？あわわわわ、また喧嘩になっちゃった。何か仲直りできるようなものはないかな。楽しくてゲームみたいな。そうだ、ゲームを作ればいいんだ。ラッコくん、ネズミちゃん、クマくん、次はゲームをして遊ぼうよ。ゲーム？僕ゲームしたい。ゲームも家にあるもので作れるの？そうだよ。早速作ってみようよ。用意するものはこれ。画用紙に、透明な袋にアクリル絵の具と、お水と、段ボール。次はどんなおもちゃができるんだろう。まず、紙に数字を書いていくよ。こんな風に順番をバラバラにして書いたら、上に透明な袋をかぶせて、こんな風に線を引くんだよ。使わないコップにアクリル絵の具とお水を少しだけ入れて、よく混ぜたら袋の中に入れる。袋のチャックをしっかり留めて、こうやって均等に広げるよ。袋と絵を重ねて段ボールの枠で飾ったら、
完成だよ。絵の具で何も見えないよ。これをコインでこするんだよ。こうすると数字が浮かび上がってきたわ。面白い。ねえラッコくん、これでゲームをするの？そうだよ。でももう一つ作るものがあるんだよ。そうなの？早く作りたい。用意するのは画用紙とペンだよ。まず画用紙をこんな風に2つの大きさに切ってね。小さい方の紙を半分に折って好きな絵を描くよ。一番下まで描かないことがポイントだよ。僕の先っぽがなくなってる。描いたらこんな風に少しだけ残して切り取って細長い方の紙に挟むよ。細長い方の紙にさっき描いた絵の下部分を描いたら一番上まで絵を上げて足と体をつなげるように絵を描くよ。最後に端っこに数字を書いて完成だ。なにこれ、足が伸びた。面白い。これはポイントシートになるんだよ。早く遊びたい。もうくまくんはせっかちなんだから。ルールを説明するよ。まず交代で好きな場所をこすっていくよ。出てきた数字の分足を伸ばして先に15点になった方の勝ち。楽しそう。じゃあまず僕がやります。それじゃあここにしよう。このポイントシートを使えば簡単に足し算ができるんだよ。本当に？ 1,2,3,4。 わかった、5点だ。全然増えないな。私はここだわ。やったー、7点だ。5+7は違う場所で、ここにしよう。お願い、大きな数字になって。すごい、10点だ。5+10だから、やったー、15点だ。おめでとう、くまくん。負けちゃったわ。でもネズミちゃんがあの時教えてくれたからだよ。ありがとう、ネズミちゃん。クマくん、私も負けちゃったけど楽しかったわ。ありがとう、クマくん。楽しくゲームできたね。仲直りしてくれてよかった。仲直り？あ、そういえば僕たち喧嘩してたんだった。ゲームが楽しくてすっかり忘れてたよ。本当ね。おもちゃは取り合ったら壊れちゃうけど、お
お友達がいればいつでも楽しく遊べるんだよ。そうだね、クマくん、今日は意地悪言ってごめんね。僕もごめん。僕もっとネズミちゃんとラッコくんと遊びたい。それじゃあ次は僕も参加して3人でゲームしよう。よし、次は負けないわよ。僕だってお家で作れるゲーム、みんなは楽しんでくれたかな。みんなも家にあるものでたくさん工作してみてね。次の話はこれだよ。ピンポーン、お届け物です。ネズミちゃんのお家に何か届きました。おばあちゃんからだ。何が入っているんだろう。箱の中身を開けてみると、おばあちゃんが大切に育てたトマトが入っていました。わあ、トマトがたくさん。いくつあるのかしら。ネズミちゃんは数えてみることにしました。1、2、3、たくさんあって数えられないわ。みんなも一緒にネズミちゃんと数え方を勉強しましょう。行ってきます。ヨットに好きな色を塗りましょう。よーい、ドン。みんなは何色がいいかな。6、7、8、9、10、11。やったー。11を指でなぞりましょう。これは11って読むんだよ。大きな声で読みましょう。はなまる。やったー。よくできました。6、7、8、9、10、11。嫌い。トマトの数だけ青い丸に色を塗りましょう。1
4 5 6 7 8 9 10 11。やったー塗った数の数字を丸で囲みましょう。できました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11個も入ってた。ネズミちゃんがトマトに夢中なので、ネズミちゃんのお母さんはその日の夜、トマトをたくさん使った料理を作ってくれました。みんな、どうだったかな？面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。また見てね。